マナイ駅は、愛知県春日井市、牛山町にある、名鉄小牧線の駅である。駅番号は、ケム A8。市境にあり、同駅ホーム西側に並行する池田川を渡ると、小牧市となるため、犬山方面駅舎と駅前ロータリーは、小牧市に位置している。相対式ホーム2面2線の地上駅で、無人駅。改札口は全部で2カ所。ニカが、 使用可能である。湖泉橋を使って改札内を行き来できる。トイレはない。車庫予定地の側線上、飯田連絡線の開業に合わせ、当駅の南側に車両基地を建設して、小牧線専用列車の基地とする予定であったものの、道路線の需要が、上飯田線構想時に、名鉄が予想したのと比べて少なかったために、小牧専用車両は、 犬山研修区に収容することとなり、真内駅の車両基地の建設は打ち切りとなった。現在は資材置き場となっており、側線が一本だけ敷かれている。東名古屋港駅近くで行われてきた電車の廃車解体作業が2004年より当地で行われるようになったが、2005年9月7 5 0 0系が解体待ちの際、 深夜に車体に黒と銀のスプレーで落書きされる事件があったために、現在の廃車解体作業は、再び東、名古屋港駅近くで行われている。小牧線の駅では最も利用客が少ないが、年度によっては、隣の牛山駅と住民が逆になることがある。池田川と真ナ駅。東側が春日井市、西側が小牧市となる。駅の西側は、 ロータリーとなっている。また周辺は住宅地となっている。駅東側には戦国武将、浅井長政の像が立つ。織田信長から逃れた長政の子孫が土着し、大正時代までは駅周辺に邸宅を構えていたという。ABC 名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年史名古屋鉄道、1994年877ページ。 寺田祐一、海底審判データブック日本の私鉄猫パブリッシング。2013年、258ページ。ISBN 978から47億7701万3364。AB、真内路線一覧。名古屋鉄道。2021年10月3日閲覧。AB、川島慶造。東海道ライン全線、全駅。 全員配線第5巻名古屋駅、前原エリア、P26、高段車、2009年7月、ISBN978 から40億6270万153、令和2年度移動等円滑化取り組み報告書。名古屋鉄道。2021年10月3日閲覧。名鉄120年市編纂委員会事務局、名鉄120年。 近20年の歩み名古屋鉄道、2014年、160から162ページ。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年史名古屋鉄道、1994年、651から653ページ。ありがとうございます。